ちよ、子猫ちゃん。にゃーにゃお帰りなさいませ。バーナバス・バジル・フォルティと申します。公爵の命によりコルボビアンコの執事としてお使いします。過去にはニービリー家の邸宅で、そしてナザイルではロンパリー提督にお使いする栄誉に預かりました。提督はご存知の通り極めて要求の多い紳士で。待て、バーナバス・バジル、一つ言っておくが、俺はよくいる貴族とは違う。正直これが初めて所有した不動産で。はあ、それならお任せよ。段取りを立てて全て手配して家をしっかり整理いたします。ここはすぐに地域で一番豊かなブドウ園になるでしょう。よかった、安心して任せられそうだ。ブドウ園には長い歴史がありそうだ。俺の前の所有者は知っているか？破産され、所有地を公爵に売却されたロッセル男爵です。男爵は死刑執行人の異名を持たれたボリウス様からここを買われました。ケイドウェン出身の実に個性的な方でした。死刑執行人だったのか？いえ、ボリウス様ではなく数世代前の祖先がそうだったそうです。その方はただのスリだったようですが、何らかの方法でボークレールの死刑執行人の地位に就かれました。そして極度な偏愛を持って職務に当たられ、領内のブドウ園にあるブドウの木よりも多くの首を切り落としたと言われています。その方は一心不乱に職務を全うされたといいます。その模範的な仕事ぶりに対し、時の公爵は爵位とこの土地を与えたのです。一方ボリウス様は若い頃技術者でした。退職されるとここに居を定め、ワインの生産を始められたのです。悲しいことに不幸が降りかかり、ボリウス様はまず嗅覚を、次に味覚を失われました。さらに医師に禁じられ、酒を断たれました。ワイン作りを諦めたのか？いいえ、全く、逆に生産量を増やされたほどです。友人を招いて派手な夜会を開かれるようになりました。自らのワインでもてなし、少なくとも他人が酒を堪能できるという事実を喜ぶためです。ボリウス様はそういうお方でした。コルボビアンコをざっと案内してくれるか？ぜひとも。どうぞこちらへ。丘から始めるのが効率的でしょう。ご覧ください、すべてご主人様のものです。広大だな。いかにも。では特徴的な場所へとご案内いたします。どうぞこちらへ。昔から執事だったのか？はい、代々執事の家系に生まれました。父が執事で、その前は祖父もそうでした。大叔母も。実のところこの執事の家系は大叔母から始まったのです。ほう。頑固な性格でした。子供の頃すでに自身が将来腰を据える場所を知っていたとのことです。ボークレールに着いた大叔母はブドウ園の一つに女中として雇われ、そこから少しずつ上り詰めて執事になりました。残りの家族も同じ道に引きずり込んだのです。手遅れだ、嫁さんの尻に敷かれっぱなしさ。使用人のジュークです。私は緑の家を使わせていただいております。公爵のお許しで大勢の使用人を雇い、その給料は公爵家の公庫から支払われます。寛大だな。眺めの良い場所ではありませんが、土地の持ち主として従業員の居場所を知っておかれる価値はあるかと思います。騎士にこっそり近寄って怪物だって叫んでごらん。ロッセル男爵は所有地のこの部分にあったブドウを抜いて、代わりにオリーブの木を植えるよう命じました。美しい眺めです。春は特に。今でもなかなかの眺めだ。時間は過ぎ、仕事はたまる。下にブドウ畑があります。そこで世界最古の種の一つカルバネールを育てています。
オーク材の樽で熟成させると、ブラックベリー、野生のチェリー、グラム、シナモンの独特の香りを持つ極上のワインになるのです。近いうちに試してみよう。体を洗いすぎると寿命が縮まるわ。いい井戸だ。絵画のようだな。ええ、ずっと前に枯れましたが、ボリウス様が大宴会を開かれた際は、そこをワインで満たすよう命じられたものです。あるお客様の逸話があります。その方はボリウス様のパーティーに初めて参加され、慣習を知りませんでした。大失恋をされたその方は、井戸に身を投げて命を絶とうと決意されました。パーティーの終わりが近づき、井戸がほぼ空になった時、死を望んでいたお客様はついに飛び込みました。その方は死なず、足を折っただけでした。痛みを麻痺させようと、その方はワインを飲まれたのです。飲みすぎで死んだのか。いいえ、翌日見つかった時、その方は2つの奇跡を体験したとお考えになりました。水がワインに変わったことと、自分が生きていたことです。彼は竜の山の修道院に入り、レビオダの英知の伝道を始めました。ここはボリウス様の奥方ニーナ様の庭でした。はあ、この上なく素敵な場所でした。今は放置気味だな。ええ、でも再び薬草や他の植物を植えて、かつての壮観さを取り戻してはいかがでしょう。ニーナ様はここに可愛らしい花と薬草を植えられました。まだその香りがするという人もいるでしょう。バーナバス・バジル、お前はロマンチストだな。ここは豊作の年に予備のワインセラーとして使われました。ほう、少し手を入れればローチ用のいい馬小屋になる。カゴいっぱいの。これが地下室です。ボリウス様の時代はワインが保管されましたが、ロッセル男爵はオリーブオイルも保管されました。勝手ながら片付けさせていただきました。そのご主人様が。俺がブルクサと戦った時に散らかったからか。ありがとうバーナバス・バジル、感謝する。昨日の敵は今日の雲。じゃあ明日は、明日は恋人同士ね。マチルダとリアムがいつまでも仲良くいられますように。ご覧の通り、外装はなんというか少し汚れていますが、南部特有の魅力があることは否めませんでしょう。確かに、だが少し繊細な塗装が必要だな。中をご案内いたします。左手が主寝室です。右手は大食堂と厨房です。上の階にはゲストルームがあり、現在は物置として使っています。悪くない考えだ。今のところ母屋には最小限の家具しかありませんが、模様替えをしてはいかがでしょう。数枚の絵画でもあれば、この家に新たな命を吹き込めるでしょう。これで敷地の様子をすべてご覧に入れました。コルボビアンコは美しい場所ですが、老朽化は否めません。ぶしつけで申し訳ありませんが、もし美観の回復に投資されるお気持ちになられましたら、私が取り計らわせていただきます。その点では頼りにしている。
改装すると決めたら必ず会いに来よう。この場所をきれいにしていいと言ったな。ええ、その通りです。問題はどこから始められるかですな。外壁について考えていた。新しく塗装したり補修するのはどうだ。それでしたらまずは全体的な改装から始められてはいかがでしょう。ロンパリー提督の別荘でそういった改修を取り仕切ったことがあるのですが、効果は抜群です。邸宅そのものが見違えたのはもちろんですが、提督が収集に情熱を注いでおられた武器や鎧を飾る空間も生まれたのです。じゃあお前に任せたぞ。一新してくれ。直ちに取り掛かります。まず1日以内に提督の家を改装した者たちを召喚します。彼らはこの辺りで最も優秀な専門家たちです。仕事の腕前は抜群ですから、作業自体にもあまり時間はかからないはずです。取り掛かってから2日後には改装され、活気と美観を取り戻した状態のご自宅に目を見張られることでしょう。他に何かご要望はございますか。これだけの広い敷地だ。そうだな、もっと役立たせるべきだろう。おっしゃる通りでございます。そうですね、ご職業を踏まえて砥石と鎧職人の作業台を置くのはいかがでしょう。まずはそのあたりから始められるのがよろしいかと存じます。時々鎧の手入れが必要だ。ほら、油を差したり補強したり、そういうことができるちゃんとした作業台が欲しいな。以前ロンパリー提督が専門家を雇い、ヤルーガのこちら側で最も立派な作業台を作らせました。すぐ連絡します。よし、そういう台を注文してくれ。直ちに。最長でも1日あれば届くはずです。他に何かご入用ですか。商売上すぐに剣が生蔵になる。専門家仕様の砥石があるといいんだが。なるほど、それは素晴らしい資金の使い道ですな。誰も文句を言いますまい。では一つ頼む。高品質な砥石を庭に設置してくれ。もちろんです。すぐに使いを町に行かせます。きっと明日には思う存分研いでいらっしゃることでしょう。他に何かご入用ですか。今は大丈夫だ、ビビ。ありがとう。改装は順調か、バーナバス・バジル。この上なく。全般的な改装は終わり、勝手ながらご主人様が武器と鎧をかけられる棚を2つ用意いたしました。飾りたいものが終わりではと思いまして、同様に絵画が飾れるような場所もいくつか用意いたしました。それとは別に地下室を掃除していた使用人が非常に珍しいものを見つけました。きっとご覧になられたいものと存じます。お前がそう言うのなら今すぐ見に行くぞ、ビビ。
盗めばいいのだね。奇妙だ。この壁の裏に何かありそうだ。研究室か。錬金術師が住んでいたこともあるようだ。この国の騎士は英雄だ。ビビ、地下室にある研究室について何か知らないか。錬金術とゆかりのある所有者は。錬金術でございますか。私は何も存じ上げませんが、ウィッチャーにとっては非常に興味深い発見なのでしょうね。ああ、その場所は壁で塞がれていた。備品もかなり古かったから、大昔にコルボビアンコに住んでいた誰かのものだろう。その人物に心得があったことは確かだ。ドラゴンガラスの瓶やフラスコ、蒸留器にベンジロメーター。すみません、私には何のことやら。一流の機材だと言ってるだけだ。錬金術で使うために職人が作った一品。これで調合薬を作るのと焚き火で作るのとでは比べ物にならない。そうですか、それはようございました。この場所がなかなか気に入ってきたよ。このまま改装を続けても良さそうだな、BB。ええ、母屋に手を加えられますか、敷地になさいますか。少し投資をすれば家がもっと機能的になるんじゃないだろうか。今の勢いを失ってしまうのはもったいのうございます。次は新しいベッドや武器棚、鎧の展示台の追加を検討されてはいかがでしょう。またゲストルームは新しい家具を置かれたり、壁の色を変えられれば一層良いものとなりましょう。寝心地のいいベッドを頼む。昔から欲しかったんだ。素晴らしいお考えです。ご主人様のお仕事におかれましては休息が極めて重要です。ご命令いただければ宮廷御用達の大工にベッドを注文いたします。よし、いいベッドを頼むよ。そろそろそういうものが必要な年だしな。その通りですとも。すぐに使いを出しましょう。明日のこの時間には準備が整うかと存じます。他に何かご要望はございますか。ゲストルームなんだが、頻繁に誰かを呼ぶ予定はないとはいえ。何をおっしゃいます。誇りある邸宅はすべて居心地の良いゲストルームを備えているものです。急な来客もありえますから。そうだな、始めるのは早い方がいい。すぐに使用人に準備をさせましょう。私が監督いたします。2日以内にゲストルームは見違いますよ。他に何かご要望はございますか。もう一つ武器棚が欲しい。展示したい珍しい武器がいくつかある。町に傑作を作り出せる木工所がございます。ご命令さえいただければすぐに準備させましょう。わかった、棚を頼む。はい、直ちに。私の見積もりでは1日もあれば届くでしょう。他に何かご要望はございますか。放浪の途中で素晴らしい装飾の鎧をいくつも手に入れた。ぜひここに飾ってみたいのだが。なるほど、ウィッチャーの雰囲気が出そうですね。すぐに展示台を注文しましょうか。ああ、ただし頑丈で綺麗に作られたやつを頼む。もちろんでございます。見事な鎧を二流の台に置くなど言語道断でございますから。明日のこの時間までにはふさわしい台をご用意しましょう。
他に何かご要望はございますか？改装ってやつに興味が出てきた。他にも改善できることがあるはずだ。素晴らしく賢明なお考えです。全般的な改装は済みましたし、敷地に目を向けられる頃合いですね。厩舎を修復されたり、ボリウス夫人の庭に緑を取り戻されてはいかがでしょう。俺の相棒ローチを知ってるな。苦楽を共にしてきた。ようやくまともな居場所ができたんだ。あいつにも相応の家を与えてやりたい。おお、立派な厩舎は称賛すべき飼い主の証ですぞ。行ってくださればすぐに作業を開始させます。ローチには最高の環境を与えよう。厩舎を一新してくれ。すぐに取り掛かります。作業員を見つけて工事を終えるには多少時間がかかりますが、2日程度で済むことでしょう。他に何かご入用ですか？時々霊薬を調合しなきゃならないんだが、近くでは必要な薬草が見つからないんだ。いい場所がございます。以前ボリウス様の奥方のニーナ様が世話をしていた花壇なら、薬草栽培に理想的です。実際生垣を植えられるほどの広さです。いい考えだ、バーナバスバジル。薬草があそこにあれば苦労して探す手間が省ける。あなた様のお考えでございますよ。そうですね、2日もあれば最初の種まきを終えられることでしょう。他に何かご入用ですか？今は大丈夫だ、ビビ。ありがとう。改装はうまくいっているか？作業完了を報告できて嬉しく存じます。これでブドウ畑の楽しさを心ゆくまでご堪能いただけるでしょう。厚かましいことを申し上げるようですが、コルボビアンコの改装作業がすべて終わり、かつてないほどに美しくなったことから、この節目を祝うのが適切かと。ああ、そうしよう。改装前に片付けていた時に1250年もののセプレメントを見つけました。どのような奇跡で保存されたのかは不明ですが、この通り。そして今日はこれを開けるにふさわしい日でございます。すると彼は手に燃える花束を持ってまっすぐ人混みに走りました。みなそれを演技の一部だと思ったので笑うだけでした。舞台に火が燃え移った後でさえもです。マルヘブキン男爵のひげが炎に包まれた時、ようやく人々は何かがおかしいと気づき始め、消火を始めたのです。ボリウス氏とニーナ夫人はここで一流の夜会を開いていたようだな。そうです。ああ、そういう意味ではロッセル男爵は少々内向的でした。教えてくれ、バーナバス・バジル。ここのワインの状況はどうだ？今年は生産できそうか？今年はありません。去年の秋、カビがブドウの木を全部ダメにしました。ロッセル男爵が新たに植え直しましたが、実がなるまでには時間がかかるでしょう。カビがまた発生しないと仮定すればですが。それは困るな。このセプレメントのせいで夢が膨らんだ。素晴らしい。そうでしょう。どうぞ開けてください。さあ。ありがとう。